後期、トヨタ自動車有限会社は、中華人民共和国広州市にある、広州技社集団と、トヨタ自動車の合弁会社である。略称、GTMC、GAC トヨタ。後期、トヨタ自動車は、天津一輝トヨタ自動車や、四川一輝トヨタ自動車のプロジェクトに続き、1年遅れて中華人民共和国政府の許可が下り、2004年9月1日に、広州技社集団とトヨタ自動車により、広州市南沙経済開発区で、広州トヨタ自動車として設立された。設立セレモニーには、豊田章一郎トヨタ自動車取締役名誉会長、豊田章男トヨタ自動車専務取締役、白水宏典トヨタ自動車取締役副社長らが出席した。その後、2006年からトヨタカムリの2008年からはトヨタヤリスの生産が開始された。2009年には後期、トヨタ自動車と改称された。論説、トヨタの中国進出1921年2017年曽根秀明愛知大学リポジトリ後期集団とトヨタ、中国広州での車両合弁生産、販売会社を設立トヨタ自動車株式会社2004年9月6日、第4節中国地域への合弁進出第1項生産拠点の拡大トヨタ自動車75年史、中国次世代トヨタ、豊田新社長の先行ビジネスモデル、後期、トヨタレスポンス2009年7月7日。ありがとうございます。